市町村は、条例で、偽りその他不正の行為により保険料その他国民健康保険法の規定による徴収金の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する規定を設けることができる。船員保険において、被保険者の行方不明の期間に関わる報酬が支払われる場合には、その報酬の額の限度において行方不明手当金は支給されない。社会保険労務士は、事業における労務管理その他の労働に関する事項及び労働社会保険諸法令に基づく社会保険に関する事項について、裁判所において、補佐人として、弁護士である訴訟代理人とともに、出頭し、陳述をすることができる。労働安全衛生法の規定によって伝染の恐れがある保菌者に対し事業主が休業を命じた場合、その症状から労務不能と認められないときは、傷病手当金が支給されない。高額介護合算療養費についても、70歳未満の被保険者または被扶養者が受けた療養については、同一医療機関で同一月内の一部負担金等の額が2万1000円未満のものは、その算定対象から除かれる。初めて日雇い特例被保険者手帳の交付を受けた者に対する特別療養費の支給期間は、日雇い特例被保険者手帳の交付を受けた日の属する月の初日から起算して、3ヶ月間、月の初日に日雇い特例被保険者手帳の交付を受けた者については、2ヶ月間、である。保険者は、偽りその他不正の行為により保険給付を受け、または受けようとした者に対して、6月以内の期間を定め、その者に支給すべき傷病手当金または出産手当金の全部または一部を支給しない旨の決定をすることができる。ただし、偽りその他不正の行為があった日から1年を経過したときは、この限りでない。解雇の意思表示に際して支払わなければ解雇の効力を生じないものと解されており、一般には解雇予告手当については時効の問題は生じないとされている。偽りその他不正の行為により雇用調整助成金その他の雇用保険法第4章の規定により支給される給付金の支給を受けた事業主または事業主団体もしくはその連合団体がある場合には、都道府県労働局長は、その者に対して、支給した給付金の全部または一部を返還することを命ずることができ、また、当該偽りその他不正の行為により支給を受けた雇用関係助成金については、当該返還を命ずる額の2割に相当する額以下の金額を納付することを命ずることができる。日雇い労働被保険者を使用している事業主が、因子保険料納付状況報告書によって、毎月におけるその雇用保険因子の受け払い状況を翌月末日までに所轄都道府県労働局歳入徴収官に報告をしなかった場合には、当該事業主に罰則規定の適用がある。法人でない労働保険事務組合であっても、当該労働保険事務組合の代表者または代理人、使用人その他の従業者が、当該労働保険事務組合の業務に関して、労働保険徴収法第46条または第47条に規定する違反行為をしたときには、その行為者を罰するほか、当該労働保険事務組合に対しても、罰則規定の適用がある。